皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、なんちゃってボサノバギターということで、普段 YouTube を使ってギターを練習しているギターキッズたちをボサノバキッズたちにするべく、そういう目的は特にないんですけれども、そんな感じで、How to play ボサノバをしているような感じでございます。1本目の動画では右手のパターンについて練習をしましたけれども、2本目の動画ではいよいよコードチェンジをしてですね、コードチェンジをして、ボサノバの雰囲気をですね、このウフフフフと楽しみたいなと。思います。やってみましょう。まず1本目の動画だったらこのコード。中指は5弦の5フレット、人差し指が4弦の3フレット、で薬指が3弦の5フレットで、小指が2弦の5フレットのコード。これをドンチャンドチャン、ドンチャンドチャンと2セット弾いたら、その次、こういうコードに行きます。すごい、ちょっと聞いただけですげえシャレオツな感じですよね。人差し指が6弦の3フレット。で、5弦は使わずに、中指で4弦の3フレット、ファ。で、薬指で3弦の4フレットのシの音。最後に小指で2弦の4フレットのミフラットの音を弾きます。で、親指は6弦。を弾いて、こっちの3本の指は、コードの指輪は変わらず、2、3、4弦を弾き続けます。そして、全くパターンは一緒。こんな感じです。合わせると、こんな感じになります。わお、シャレオツ。そして、その次は、こんな感じのコードに行きます。C6 ってやつですね。中指で5弦の3フレットを押さえて、人差し指で3弦と4弦の2フレットを同時に押さえます。で、最後に薬指で2弦の3フレットのレの音を押さえると、ドミラレ、ドミラレ。で、5弦からスタートして、ドンチャンドチャン、ドンチャンドチャンと2セット弾きます。こんな感じ。で、4つ目のコードは、こんなコードに行きます。人差し指で6弦の5フレット。5弦は使わずに、ここから中指、薬指、小指で、それぞれ4弦、3弦、2弦の5フレットを押さえる。こんな感じです。合わせると、Dm9 を弾いたら、G7 のフラット13。そして C6 の後に Am7 を弾くと。こんな感じになります。ちょっとね、4本の指使うからコードチェンジが大変なんですけれども、こういう C とか D とか E とかオープンコードがそこそこ弾ける人は1週間くらい練習すればなんとかなるかなと思います。とりあえず余裕がないうちはこの、ね、雰囲気を楽しむ余裕なんて全然ないと思うんですけれども、なんとなく慣れてきたらこの、なんていうんですかね、癒しな感じ、すごいこのほんわかしたシャレオツな響き。おう、違うか。そんな感じで、なんか楽しんでいただけたらなという感じです。で、これを丸々、1セット弾いて、こんな感じで1セット弾いたら、もう1回同じのを持ってくるんですけれども、最後の Am7 というコードだけちょっと変えます。C6 まで一緒で。2セット目のとき、A7th フラット13というコードを使います。さっきの G7th フラット13の2フレット上なので、全くフォームは一緒なんですけれども、やってみるとすると、人差し指は6弦の5フレット。で、5弦は使わずに、中指で4弦の5フレット。で、薬指で3弦の6フレットとシャープを弾いて、小指で最後、ファの音を弾くと、2弦の6フレットですね。ここの2本の小指、薬指の2本の指がこっちに行っているのか、それとも
こっちに飛び出るのかの差です。こんな感じ。すげえ超ボサノバですよね。すげえ癒しな感じですよね。ぜひコードの練習、右手のアルペジオの練習、両方とも頑張って習得をしていただ練習して習得をしていただければなと思います。で、さらにまた余裕がある方は、さっき1本目の動画でやったパターンで練習していただいても良いかなと。ドンチャンドチャチャドチャチャドンチャン。どんちゃんどちゃちゃどちゃちゃどんちゃんというパターンで、このパターンで弾くときは、ここでコードチェンジをすると面白いかなと思います。どんな感じかと言いますと、グッド難易度は上がるんですけれども、どんちゃんどちゃちゃ、もうここでコードを変えると、その後の C6 から Am7th も同じですね。ドンチャンドチャーまで弾いたら、つなげると、サウンドになるわけでございます。ちょっとね、このリズムパターンでやると、難易度がぐっと上がってしまうんですが、最初の基本のこのパターンがうまくできたら、このパターンもちょっと練習していただけるとすごく楽しいかなと思います。ちょっと 今回はそのコードは5つしか使ってないんですけれども、もし興味がありましたら、アントニオ・カルロス・ジョビンとか聴いたりとかして、ボサノバの道に進んでも面白いかなと。本当にコードの勉強にうってつけなので、ボサノバ、面白いなと思ったらすごくおすすめでございます。そんな感じでしょうか。うまくできましたでしょうか。とりあえず、雰囲気はかなり楽しんでいただけたかと思いますので、このシャレオツな雰囲気をですね、もっと余裕を持って演奏できるように頑張って練習をしてみてください。それでは、そんな感じで終わりにしましょう。また次回お会いいたしましょう。さよなら。